大場翔太は、東京都足立区出身の元プロ野球選手。右投右打ち。愛称は、バッサン。八千代松影高校時代は春に、関東大会出場があるものの、夏は、県大会ベスト8が最高で甲子園出場はなかった。進学した東洋大学では1年秋からリーグ戦に登板し、2年春には2試合連続完封を挙げるなど、高市俊と共にリーグトップの防御率をマーク。以降先発に定着した。3年時に行われたIBFインターコンチネンタルカップでは最優秀防御率を獲得。4年時は、春はリーグタイ記録の9勝リーグ新記録の115奪三振。秋にも8勝を挙げ、同大学初の春秋連覇に貢献し、2期連続で MVP、最優秀投手、ベスト9の3冠に輝いた。第56回全日本大学野球選手権大会ではベスト8、そして第38回明治神宮野球大会では2、完封を含む3連続完投勝利で、初優勝にそれぞれ貢献。すべて関東で優勝したことから、平成の鉄腕の異名がついた。第36回日米大学野球選手権大会では、初の敵地優勝、プレ五輪の優勝にも日本代表の一員として貢献した。大学通算62試合登板33勝11敗、防御率 2.13。通算410奪三振と春から秋にかけての14連勝もリーグ新記録。2007年の NPB 大学社会人ドラフト会議1巡目で6球団から重複指名。抽選の結果、福岡ソフトバンクホークスが独占交渉権を獲得し、契約金1億5,000円、年俸1,500万円という条件で入団に至った。2008年、3月23日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でパリーグ史上初のプロ初登板で無四球、完封勝利を記録。4月5日の千葉ロッテマリーンズ戦では7者連続、三振を含む球団新記録の16奪三振で2度目の無四球、完封勝利を記録した。しかし徐々に成績を落とし、シーズン中盤には2軍へ落ち、3勝に終わった。13試合で14被本塁打と、いわゆる、一発病に苦しみ、クイックや牽制などの技術面でも課題を残した。当時の二軍監督、石渡茂は、彼は気持ちを表に出すタイプなので、序盤以降は、精神的な部分に問題があったと語っている。2009年、先発登板した7月31日の対、オリックスバファローズ戦では1回表に、大引刑事の頭部に死球を与え、わずか8球で危険球により退場処分となった。先発として12試合に登板し0勝3敗、防御率 5.86、ホイップ 1.52 に終わるが、リリーフでは10試合の登板で1勝0敗、防御率 2.36、ホイップ 1.10 の成績を残した。2010年は1軍登板4試合に終わるも、ファームではウエスタンリーグ規定投球回到達者中2くらいの防御率 2.99 と同1位のホイップ 0.89 をマーク。与四球率も 1.49 に抑え、課題であった制球難に改善の兆しが見えた。10月には台湾で開催された第17回IBFインターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれ、11月には岩崎翔と共にプエルトリコのウィンターリーグに派遣され、クリオヨスでカグアスに所属。6試合に先発し34回を投げ4勝0敗、防御率 2.65、ホイップ 1.35 の成績を残し、ドミニカ共和国とのオールスターゲームにも選出された。監督のリノ・リベラからは、メジャーでも通用する才能とポテンシャルを持っていると高く評価され、自身は投手コーチからツーシームを教わり、投球が楽になったと語った。2011年は、ルーキーイヤー以来の開幕一軍を果たし、序盤は敗戦処理や大量リードの展開で安定した成績を残した。7月15日の対ロッテ戦で3回で降板した山田大輝の後を受け3回1、3を投げ1失点と好投し、2年ぶりの勝利を挙げた。19日の埼玉西武ライオンズ戦では、抹消された DJ ホールトンの代役として初先発し、5回に、3を投げに安打10奪三振で白星を挙げ、さらに8月4日の対オリックス戦でも先発予定だった大隣健二の体調不良により代わって先発し、5回無失点の投球で3勝目を挙げた。このように代役やスクランブルで先発や長いイニングを投げることが多いことから、ミスター代役、お助けマンなどと呼ばれた。18日の対オリックス戦では3年ぶりの完封勝利を達成し、8月は5試合に先発し1、完封を含む4勝1敗、防御率 1.71、ホイップ 1.01 の活躍で自身初の月間 MVP を受賞した。先発した9月19日の対オリックス戦では、1回裏に打者2人目のOB木啓司のヘルメットのつば付近に死球を当てたため、危険球によりわずか6球で、自身2度目の危険球退場処分となる。なお、同試合は3回途中に降雨により、ノーゲームとなったが、試合成立はしなくても退場は記録に残る。2012年はシーズン序盤に右肩痛で出遅れる。5月に入ってから1軍へ昇格、中継ぎで3試合に登板後、6月10日の対、阪神タイガース戦に先発し、6回を投げ、無失点9奪三振と好投し、シーズン初勝利を挙げる。その後連勝するが、次第に要所で打たれる場面が相次ぎ、完投負けを喫すなどの不運もありを連敗。8月3日の対西武戦では、初回先頭打者から3連打を浴び、さらに自らの暴投と死球を重ね1アウトしか取れずに2失点で降板。その後1軍登録を抹消され、シーズン後半は2軍生活を送り、この年は、登板10で2勝5敗、防御率 2.38 の成績を残した。2013年は1軍の11試合に先発したが、打ち込まれる場面が多く、防御率が前年より大きく悪化。結果を残すことができなかった。2014年以降は、選手層が厚くなったことと、2軍で目立った成績を残すことができなかったことから、登板機会が激減。2015年には、プロ入り後初めて1軍公式戦への登板機会がなく、ウエスタンリーグ公式戦ではリリーフで20試合の登板に終わった。2015年10月30日に、金銭トレードで中日ドラゴンズへ移籍することが発表。11月4日に NPB から正式に公示された。背番号は59。2016年には、ウエスタンリーグ公式戦9試合で0勝2敗、防御率 5.73 を記録した。2年続けて1軍公式戦に登板できず、10月1日に球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。引退直後は、周囲の勧めなどを受けて、競輪選手への転身を模索。大場自身は、バンクでの勝負が直接評価に結びつくところに魅力を感じた。自分の脚力や適性が競輪への挑戦にふさわしいことを見極められたら、2017年中に日本競輪学校への入学テストを受けてみたいと述べており、2017年と2018年に受験したものの不合格となっている。テレフォンオペレーターや資材搬入などのアルバイト生活を送る傍ら、2019年3月より YouTube で動画配信活動を開始。ただし、同年11月時点で YouTube チャンネルの収益化までは至っていない。大場の投球フォーム平均球速約時速 141km、最速時速 151km のストレートと縦に鋭く変化するスライダー、SFF を武器とし、特にスライダーは、パリーグのスコアラーからリーグを代表する変化球の一つに挙げられ、SFF は2009年には被打率155を記録した。他にも横に変化するスライダーにカーブ、プエルトリコのウィンターリーグで習得したツーシーム、チェンジアップといった球種を持つ。四死球の多さを課題とし、打たれ出すと止まらなくなるため、精神面での成長も望まれていた。中学時代、1998年当時、八千代松陰高校のエースで甲子園に出場した多田や数人の投球がきっかけとなり、同校への進学を決めた。また2000年夏の高校野球埼玉大会で中里篤が5回コールドゲーム、すべてのアウトを三振で取る15奪三振の完全試合を達成した試合を現地で観戦していて、この時投手になることを決意した。そして、中里が中日に入り、デビュー戦で高橋由伸、松井秀喜と対戦し、敵地打も打つなど活躍する姿を見て、自身も中日への入団に憧れるようになった。2015年オフにトレードで、大場も中日へ移籍、14年越しにその願いを叶えることとなった。大引平次には、オリックス日本ハム時代に3回頭部、及び上半身への支給を与えている。これは、史上初の記録であり、2013年の際は、激高した大引が、マウンドに詰め寄って、止めようとした、山崎勝美ともみ合いになるという場面があった。いわゆる天然キャラであり、宇宙人とも言われる。天然と言われるエピソードの一例として、2011年8月25日、勝利投手になってヒーローインタビューを受けた際、今日は絶対に勝ちたかったので、と発言して、インタビュアーに理由を尋ねられ、自分の地元の友達の岡部君の誕生日なので、と答えて、インタビュアーやファンを困惑させたことがある。初記録その他の記録月刊ホークス2008年11月号58ページ。岩崎和洋場デアンウェイやコンクライアローズスプーン、レイポーテイス、2010年12月24日。ノーバイラン LAGUARDIALRYOLLOSCRYOLRIMERAHORA.com。2010年11月26日。デバージアンコンサブタイトゥーロボスロイ .com。2010年12月27日。ミスター大役大場で。ソフト B 独創体制日刊スポーツ、2011年8月5日。お助け、マン、大場大長不良お隣の代役で3勝目スポニチ、2011年8月5日。大場翔太投手を獲得、中日ドラゴンズ公式サイト2015年10月30日、トレードについて福岡ソフトバンクホークス、公式サイト2015年10月30日、トレード2015年11月4日。中日ドラゴンズ公式サイト-ドラゴンズニュース、大場翔太投手入団会見2015年11月4日、来季の契約について、中日ドラゴンズ公式サイト、2016年10月1日閲覧、自由契約選手2016年度公示、NPB.jp 日本野球機構、2016年12月3日閲覧、元ソフトバンクの大場が、競輪挑戦へ7年ドラフト6球団競合。スポーツ日本。2017年1月9日閲覧。日本競輪選手養成所では、適正試験で受験する場合、プロ野球をはじめとした他のプロスポーツ競技経験者であれば、退団後2年間に限り一次試験が免除される制度がある。元、ヤクルトの松谷秀之。競輪で掴んだ一軍レギュラー2019年2月2日12時、0分スポーツ報知、競輪選手を目指した大場翔太現在は楽しく YouTuber。スマートフラッシュ https://smart-flash.jp/sports/850562019 年11月29日閲覧。元ソフトバンク、大場翔太。YouTube に救われた過去、最後の 3.4 年間は、調べ、https://sirabee.com/2019/11/09/2019-201938/2019 年11月29日閲覧。2012プロ野球オール写真選手名鑑、日本スポーツ企画出版社、2012年。8ページ。ISBN 978から4から905,411から04から8。スポーティバ2008年7月号、29ページ。AB、野球小僧世界野球選手名鑑2010白夜初望、2010年、104ページ。ISBN 978から4から861915956。週刊ベースボール2011年15号、ベースボールマガジン社、雑誌2万441から4、4、40ページ。ソフト BO バハハも、観劇日刊スポーツ、2007年11月19日。ソフト BO バは、先輩多田谷を目標日刊スポーツ、2007年11月21日。中日、高から金銭トレードの大場、秋季キャンプに合流日本ハム、大引け、三度飯級に激高、ふざけてる産経スポーツ、2013年7月5日、閲覧。インタビュアーもびっくり。思わず笑ってしまうアスリートたちの天然エピソード9、1000。ストルテホーム、2019年11月30日、閲覧。ありがとうございます。